こんにちは、みゆです。今回はジム研タッグさんのデモカーに載せていただいて、足回りの紹介をしていただいたり、中古のジムニーを見せていただいたりと、ジム研タッグさんの魅力をたくさんお伝えしていきます。見てください。ジムニーでいっぱいです。ゆっくり見ていきたいなと思っています。今回ジム研タッグさんの方にお邪魔するきっかけになったのが、やっぱジムにめちゃくちゃいっぱい並んでるっていうのを間近で見たときに、はい、いました。はい、創業からかなり長いかと思うんですけど、ジム研タッグさんのご紹介を少し。はい、ありがとうございます。大阪でジムニー専門店として35年間主にジムニーの重整備であったり塗装、いろんな色の塗装とかオリジナルのカスタムパーツサスペンションであったりバンパーマフラーとかを、製造販売している会社になります。ベテランの方もたくさんいらっしゃる。そうですね。平均年齢は40歳以上の職人ばっかりが集まった会社です。安心できますね。はい。これが何インチアップですか？はい。これが1インチアップの商品です。1インチアップ。足回りが得意なジム研タッグさんのデモカーに乗車させていただいてます。全然揺れない。はい。お客様からは新車買ってノーマルでちょっと乗ったんだけど、なんかちょっと不安定な頼りがいないなっていうのが多かったので、割としっかりめな足回りのイメージ、加藤とはまたちょっと違うんですけど、しっかりめなイメージを出しています。高速とかでこう大体80キロ以上出すと、全然違いが分かると思います。国産で全部作られて、そうです。全部日本でメイドインジャパンの有名な茅場さんのところで商品を作ってますし、スプリングってバネは中央発情っていうところで作ってます。純正と同じなのが、ショックの茅場さんです。茅場さん。はい。純正と一緒だと安心できますね。そうですね。よく茅場さんも理解して分かってますね、自分のこと。ああ、そうですよね。製作からかなり時間をかけて、メーカーともやり取りしてますので。その中で純正と揺れの違いが出てくるのは、より揺れが抑えられるように作られているんです。そうですね。作り方。構造は一緒なんですけども、硬さっていうしっかりさっていう出すのは材質とは一緒なんですけどね、バネ冷凍とかショックの減衰圧とかっていうのを細かく調整して中の試作を作っている。ジム研タッグさんで可能なのは1インチアップから2インチアップまで。ジャンプまですると、ブレーキホースとか、このステンレスラテラルロッドとかを変えないといけないので、ちょっとやっぱライトユーザーには手が出しにくいぐらいの価格帯になるので、今回の1インチアップはもう安くて、しっかり負担をして、心地も良くなる。お値段的にはどんな感じ？商品自体が99,000円、取り付け工賃が33,000円です。こちらが1インチアップ。はい。2インチアップだと。後ほど。やっぱ街乗り用で変えられる方が多いですか？そうですね。基本的にあまりうちのお客様は旅行に入れて山遊びとか。っていうのはされなお客さんがほとんどなので、街乗りでいかに安心してもらえるかっていうの方をしてます。街乗りの皆さんぜひ乗ってください。何か足回りのポイントとか、はい。やっぱり成感が出てるので、段差を越えた時とかコーナリングは乗り比べてもらったらもう必ず分かるかなって。あえてタイヤもノーマルタイヤでそのままにしてるんで、ああなるほど、比べてもらってどれくらい良くなったっていうのが確かに。先ほどちょっとお伺いしましたが、使い続けると結構沈んでしまう。はいはい、へたるある程度馴染むとちょっと尺はずっと下がるもんなんですけども、やっぱりあまり安くで売られてるやつなんかはもうそのまま下がって切っちゃう感じのものもありますね。1年ぐらいでも2インチアップが1インチアップになっちゃうやつもありますね。せっかく2インチに上げるんだったらできるだけそこキープしたいですよね。まあ普通はないですよね。下がる。物によってはところで。はい。安いやつはやっぱり安い。レースできて、そんな中でよりいいものをよりこう足回りも良くて勝てる商品というのがきっかけですね。私もアルミホイルハードタックって言われることがあるんですけど、昔はハードタックアルミホイル、女性のアルミホイルにワイドトレッドスペーサーっていう3をこう間に挟んでタイヤとホイールを締めてより外に出すっていうのが、まあ、それしかなかったんですよね、本当の昔。そうなんですね。でそれレースに出ていくとやっぱそこがスペーサーで出してるところが衝撃を受けるとやっぱ弱いので、まあ、折れて、まあ、タイヤとホイールが取れるってことはほぼないですけど。まあ良くない状態だったんで、まあ、うちの社長がもうすごいお金を出してアルミホイルを作ったのがきっかけで、そのアルミホイルはスペーサーをつけなくてもちょっとワイドに出てて、横の揺れとか荷重とかだった時にも頑張って粘るっていうハードタックっていうアルミホイルを。アルミホイルの中でも一番こう硬いラウンドリムっていうアルミの素材を使って作り上げたアルミですね。ここから事故してアルミホイルで割れるので、ワイドに出すやつは高解像があるんですけど、結局になっちゃうので作られなくなって、あまり作らなくなったんですけど、今でもその昔からあるワイドのやつは趣味ですごい高値で取る。今は作ってないので、レース会場とかでも本当の昔からやってはる方はもうそのアルミホイルをつけてもらってる方がいますね。今店舗さんの方にはない？あ、一応昔のやつはないですよ。今の車検適合するやつは全部ついています。あれの、出てるバージョンみたいな感じですか？はい、もっと出るバージョンが昔はあったんですよ。なるほど。公道は走れないので、まあ、レース会場があったら全然使えるんですけど、そういうアルミホイールを初めて作ったぐらいの感じなんですか？多分ジムニー屋さんっていうか、その、はい、こういうちっちゃなショップでアルミホイルを作ったのは結構先駆け的なことですね。創業35年。はい、35年。35年ぐらい前だとジムニー専門店ってどんな感じだったんですか？もうほぼ東京のアピオさんが、はい、姫路の谷口さんがうちぐらい、大阪の達夫他にはなかったですね。結構景気の良かった時代なので、はい、業界でもまあ、カニにされてるわけじゃないですけど、ランクルーるとかを気に入ってるためにとか、ここがやっぱ見栄えもするし、展示会とかモーターショーとか行ってもジムに通うみたいな感じで言われてましたけど、やっぱランクルとかの方が大きいし、そうですね、モーターショーとかすごい存在感で、うちジムに出してもそんなになんかお客さんがきれいなって感じですよね。ジムニー自体の人気がどんどん上がってるような感じなんですか？上がってるのもあるんです。そんなにもその売れた売れないとかっていう、はい、あんまりそのよく車業界では売れてる時売れてない時の波ってあるみたいですけど、うちはそんななくて。毎日自分になってますから、まあ大体のとこ直せないものはないので、鈴木のリーダーの方でも1年問い合わせでこういう現象なんですけど、どういう収入方法がありますかっていうのは問い合わせが多いです。今働かれている職人さんは、東原さんが小さい頃からずっといらっしゃるような感じもいますし、一旦違う業種に離れたんですけど、やっぱりジムニーの整備がしたいって言って戻ってこられた方もいますし。わかりました。いやもう全然違います。一番最初はね SJ。SJ か、あ、そっか。もう一つまだ初期も LJ っていうのがある。SJ ぐらいからまだ取れるかな、 LJ とかになってくると、はい、旧車っていうか骨董品ぐらいの古いんで、小飾りみたいなとこあるのでSJ やとまだきっちり整備点検していれば乗ってもらえるかなっていうふうに思いますね。ちょうど黄色のこれが SJ。本来だともっと錆びてたり、塗装ももうボロボロになってるんですけど、これはすごい状態いいので。塗装し直しとか。もちろんね、塗装し直してます。これはし直して、フォローも変えて。こっちはしてないんですね。こっちはね、ほとんどしてなくて、状態すごい。エンジンもね、その日の機嫌によってかからないんですよ。逆に可愛いって言ったら、若い女性の方が顔を出すのはすごくないですか？あるし、ある程度ちょっと触れるぐらいの知識がある方じゃないと、ちょっとこの車は乗るのは難しいと思います。あ、そうなんですか。たまにエンジンかからなくなったらちょっとプラグを取って乾かしたりとか、そういったことぐらいできる人じゃないとちょっと厳しいかもしれないですね。これ乗って知ってる？そっちも SJ で、こっちも SJ。次が SJ30。この次の形です。どうしても錆びてきたりとか、粉はなっているので。いいわ。なんか草原とか走りたくなる。北海道とかね。夢が膨らむな。いいな。このドアって何でできてるの？それはね、ポリエステル。布ですね。布だけでできてる。はい、でジムにロゴシ博物館みたいですね。ああ確かに置いててもおかしくないぐらいだと思います。もう古いんでパーツがもう出ないんですね。これとかはまだ鈴木から出るんですけど、グリルとか変えてもらったんですけど、これなんかはもう出ないんで、ここだけでも4万円ぐらい。世の中にない商品だ。確かにもともと持ってる方だったらここだけ欲しいとかありますよね。結構まあ日報とかやっぱり壊れる確率に高いですけど、そうですよね。 SJ の修理とかも頼まれたりしますか？あ、もちろん。この修理はまだそんな難しい方ではないですけどね。まあでも経験がないメカニックは使われないかなと思います。あ、そうですよね。エンジンの機構が今の新しいジムニーと全く違う機構なんで、今の新しい車しか触ったことのないメカニックは触れないと思います。これをきれいにさっきみたいな工場でそうすると、こんな感じ。また足回りとかマントクラスターを全部新品にして、このマウントっていう感じで販売してます。色はこの辺は、はい、元々の色なんですね。元々はもうさっき見てもらったシルバーとか色なんですけど、はい、まあオリジナルのカラーですね。同じ乗り換えるんだったらちょっともうちょっと可愛い色。レトロなものが大好きなのでテンション上がりまくりです。夜は開けるときこれですから。懐かしい。これから新しい形。これでも15年間この形やった。ああ、そうですよね。はい。今乗られてる JB6474 系のジムニーになったっていう感じですね。ジムケンタックさんでこの中古とかだとどのあたりが人気ありますか？やっぱり古い1122ですね。あ、そうなんですね。エンジンとかまで手を入れて、はい、すごい手をかけて作ってるんで、本当に大事に乗ってもらってるお客様ばっかりですね。今はもうネットが充実してるんで、はい、もう見ないまま北海道から沖縄まで買ってしまう方がほとんどです。ということでいかがでしたでしょうか。やっぱり大事なジムニーだから経験の多い職人さんにお願いしたいですよね。ジムケンタックさんのお近くにお住まいの方はぜひジムカーに乗っていただきたいです。本当に揺れないです。中古車を見に行くだけでもすごく楽しめる場所だなというふうに感じました。担当してくださった東原さんをはじめ、皆さんとても優しい方ばかりでした。本当にありがとうございました。みゆです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。